これ1番の小祝さくらです。2ショートサイドに、第3打、デッドに。なるほど、これ午前中はね結構日差しもねあったんですよね。暑いぐらいでしたよね、でサイペインもこの第3打、この1番はやっぱり、かなり近くつけるか右の上、ちょっとバーディーはねなかなかパー5にしては難しいホールでした。金田久美子がそういった中でこのチップインという形でスタートしていきました。続いて4番をご覧いただきます。セキュリティ打ち下ろしのパー3ですね、今大会2度目のホールインワンかという形でしたが、4番ホール残念ながらホールインワンならず、でも素晴らしいショットでした。そして8番2位です。第3打7番イーグルの後ですよね、でこの8番は今日のピンポジションだとあの右手前からのね、この角度ですね、いいですよね、土田の第3打、土田も見事スピンを利かしてピンの横に止めています。そして18番のプレーをご覧いただきましょうか。内田ですね、内田ほどこ左のラフからの第3打、見事なショットを見せてくれました。